4対2対3の3分戦から牛山が先頭開始とばかりに難関勢を避けさせます。ジャン杉に前に出たのは関東3人、西の2人、堤と三浦が中段キープで4番手5番手ですが、下がった6番手4番の藤田大輔、難関勢はどこから反撃を狙っていきますか。ピッチが緩んだ最終ホーム、宇都宮競輪場の今年最後の鐘が鳴って500を切った最終周回、難関勢4番の藤田は自重しながら6番手からのまくり勝負、2番車堤は中段4番手、さあ5番車の牛山が先行する流れです。地元の胸影、ここは仕事の見せ所、横田が3番手、大勢すんなりと縦一本の状況、2番車堤4番手キープ、4番車藤田はどうでしょうか。難関勢6番手から9番手、2番車堤が中段から鋭くやってくる、伊勢崎は7番手から内をつく4コーナーから直線、番手から伸びる1番胸影、こじ開けた伊勢崎、差し切ったゴールイン、強烈な追い込み、3番の伊勢崎明宏、2着2番の堤博士、